これ絶対買ってほしい。いい女になった気分になるわ。めっちゃいい香り。いいでしょ、いいでしょ。このブランドやっぱりすごいいい香りだよね。いいでしょ。これね、紹介したかったの。めっちゃ良かったな、このブランド。皆さんこんにちは、パリジェンヌビューティーグループの清水さやかです。今日は世界を股にかける女社長をゲストにお迎えして、私たちの海外を回っている時の、コスメポーチとかの中身を紹介していきたいと思います。はい、じゃあちょっと早速紹介していきます。今日はジョイっていう経営者のお友達に来てもらったんですけど、ジョイは今まで日本に、皆さんが知っているとしたサボンとか、あとマービスっていう歯磨き粉だったりとか、その他もいろんなブランドを日本に入れた女性なんですけど、そんなジョイが普段何を持ち歩いてるかっていうコスメだったりとかビューティー系と、私が今回持ってきたものっていうのを、おすすめが入っているので紹介していきましょう。はい、じゃあ1個先に、私選んでいい？何しようかな。私選んでいい？どうぞ。もうね、これをね使いたいから、ここからこれ使ったことある？ない、初めて使う。うちの消毒液人気だよ。これ何のか、香りいろいろあるの？ラベンダーとローズマリーがある。めっちゃいい香り。いいでしょ。このブランドやっぱりすごいいい香りだよね。いいでしょ。全然ラベンダーって聞くとラベンダーなのかなって思いながら、しっかり香水、すごい女性らしい。はい、じゃん、取って。これ気になる。はい、はい、こちらはローラメルシェのクッションファンデ。クッションファンデいっぱいあるよね。そう。でもずっとこれ？すっごいクッションファンデいっぱい持ってるし、いろいろ試したんだけど、やっぱりこのローラメルシェがそのダイヤモンドパール、しっかりこう光沢、いいツヤを出してくれながら、肌のアラも整えてくれて、本当に肌が綺麗になったように見える。本当？このブランド使ったことない。そう、こことあとルブタンだけがそのパールが入っているんだけど、すごい綺麗に。最近だから韓国のブランドが多い。でもね、基本的にクッションファンデって韓国が特許持ってるから、みんな韓国で作ってんだよね。すごい無理好き私。いい感じ。光がちゃんと当たって肌が綺麗に見えるから。いや、メイクとか全然わからないかも。気持ちいい。いいかも。だから結局、いろいろファンデーション買うけど、ローラメルシェは絶対切らさないようにしてる。そうなんだ。そう、だから普通のファンデーションをやっぱりね、 YouTube でも紹介するから、いろいろほら知ってるじゃん。でもクッションファンデのスポンジで普通のファンデーションも塗るとすごい簡単だから、これナーズ持ち歩いてるんだけど、そうだからクッションファンデのスポンジ使って普通のファンデーションも使うし、もう一番簡単なローラメルシェが一番出番が多い。じゃあ次行くよ。どうぞ。爪薬聞きたいんだけど。日本のやつだよ。そう、サンテメディカル。使ってる？私それ使ったことない。これいいの？いいと思うよ。飛行機乗るから持ち歩いてんの？それとも？あ、でもずっと使ってる。でも気をつけないといけないんだけど、本当に赤が出ちゃうから。ああ、なるほどね。そう。これ一途なんだ。そう、ずっと使ってる。ないともう生きていられないぐらい。これ以外の目薬じゃダメ？たまに海外で違うブランド使うんだけど、やっぱりこっちの方がいい。日本のものは優秀。はい、じゃあ選んでみます。はい、あ、またメイクでね。これなんだろう。それはそう、あ、シャネル。でもシャネル好き。やっぱりシャネル必ず。そうだよね。あ、新作のやつ。そう、9月に出たアイシャドウ。なんか結局使いやすい色持ち歩いちゃうから、今回も荷物多くしたくないから、これだけにした。かわいい。そう、ここはさらっと。はい、はい、もうジョイと言ったらマービスだから、これ見たい。このケースって限定？限定じゃない、日本限定なんだけど、
でもこれすごく人気商品。そうだよね。私のうちのスタッフも泊まりに来た時持ってたよ、ちゃんと。あ、本当？うん。スタッフで？スタッフってか東京の社員。ああ。そうそうそう。そうなんだ。うん、嬉しい、うん。これ多分定番のセットかな。ホワイトミントと。そうだよね。やっぱりホワイトミントが一番人気。人気、一番人気。私も一番それを買うんだけど、やっぱりいろんな味ね。どう？ジンジャー。全然さ、なんかいろいろあるけど、結局マービスって嫌な香りないよね。ないない。ないよね。そうなの。そうなの。だからどれ使ってもいいなと思って。だからもうちょっと香りを試してほしい、うん、みんな。みんな白ばかり買うんだけど、でもいいんだけど、うん、白くなるのも大事なんだけど、うん、香りも試してほしい、うん。これ何？マービスの？ノベリティ。というの、鏡すごいじゃん。いいでしょ。だから分かんないようになんか、うん、なんかチェックしたりとか。いいねいいね。これ日本オリジナル？うん、これ日本オリジナル。はい。これ何？これはね、これうちの会社で出してるパリジェンヌのパリジェンヌラッシュリフトをかけた人専用のまつげ美容器。あるんだ。そう。言われたことない。でもかけてないでしょ。かけたことあるよ。あ、かけたことあるのね。ある。というか、うん、前回いつだっけな、うん、日本に行った時だから6月5月忘れたけど、うん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 、でその後買ってほしいものなのね。でなんでかって言ったら、普通の美容液と違うのが、やっぱりほらかけた後で乾燥するんだけど、うん、中のケラチンがこれ6種類入ってて、その中にこうケラチン入れてくれて乾燥するの。あ、要はパーマと一緒で。そう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 。で次にかけるときにやっぱり中のケラチン補充しておくと、しっかりとこう次にかけるときに綺麗に立ち上がるのね。すごい。そうで、普通の美容液だと結構油膜作っちゃうの、油まつげの周りに。でツヤ出すんだけど、それやっちゃうと今度かかりよくなくなるから、そういうのを取り除いてパリジェンヌに必要なものだけ入れた美容液。1日悪い。だって今かけてないから。あ、そうだね、うん、じゃあ今度かけたらあげる。ラカ。ラカ。あ、これロフトで買ったかも。これよく使ってる。あ、本当？なんか何でも使えそう、うん、でもいい色だね、うんうん、というか化粧詳しくないから適当、うんうん、いつも。本当？でもこれ使いやすいよね。本当？ちょっと後で使ってみる。いや、どうぞどうぞ。え、ごめん、ちょっと汚い、使いすぎて汚い。大丈夫ですか、これ。ちゃんと使ってんだね。え、ちゃんと使ってるよ。パリブロー、眉毛。でもちゃんと使い方、もう一回教えてほしい。分かった。あ、ピンク買ったんだね。ピンク一番人気だもん。ピンクやっぱり一番人気？そう。でもこの間動画見たの、ちゃんと、うん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 、動画見たよ。ありがとう。使い方の。どうだったの？上乗せるんでしょ、一番最後。うん、そう。すごいいいなと思って。ね。でも使ってくれてるね、本当に嬉しい。でもだから最初、うん、このピンクどこに使うだろうと思ってて、うんうんうん、分からなかったの、うん、でもあんまり聞くのもあれだから、ちゃんと自分で動画探してみて。ありがとうしかもなんか黄色でも、うんうん、ピンクでもなんだっけ、あとで、うん、オリーブっぽいやつがあるよね、うんうんうん、一番上に乗せるよね。そうなんとなくふわっと乗せればいいんだよ、うん、だからちょっと上にはみ出すのはその色味を分からせるためだから、うん、全然中央に乗せてもいいんだけど、ちょっと上にふわっと乗せてあげるといい感じで、うん、これのね、なんか普通のオレンジのやつもあったでしょ。あれもすっごい品が出てるし、そうなんだ。あとアイシャドウにも使えるから。うん、そっか。そう、最初だからアイシャドウだと思った。うん、アイシャドウでも使える、うん、これは。だからベージュ使ったら彫りが深く見えるし、まあブローもまつげね、ないじゃん。それもでもこれないじゃん。でも、うん、あ、そう、毎日使ってて、これもかけないよ。あ、そっか、うん、そう、でもこっち使える、うん、せっかちだから早くやりたいから、もう本当に早くできちゃう、このブラシ、うん、すごくいい。これね、さっさっさとラフ書きできるブラシだから、そういう人におすすめ、うん。これ何？じゃあローション系。これね、これ何かって言いますと、そう、試作品で、よくこれが完成じゃなくて、うん、よくアホ毛わかる？アホ毛ってこうさ、アホってしょ？違います？そう、アホ毛っていうの、ここちょんちょんちょんって出るやつアホ毛って言うんだけど、そうなんだ。そう、そういうのがあるんだけど、まだあるよ。
これは日焼け止め。でも日焼け止め他もやってるよね。日焼け止め2ブランド。そうだよね、うん、私も1個の方買ったもん、ハワイ行った時。ああ、そっか、ロターンのやつね。そう、うん、でも同じ会社なの。これオーストラリアなんだ。オーストラリアで、オーストラリアのサーフィングオーストラリアとコラボして開発したやつの、うん、だからもうちょっとなんていうかな、イビサ行った時に。あ、イビサでね。あ、イビサでセレクトショップ入って、うん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 、でたまたまだからルタンがいっぱいいっぱい並んでて、いや、これこの日焼け止めも絶対いいんじゃないか。あ、でもまあ、うん、すごいいいね、白くならないし伸びもいいし、うん、なるほどね。これも日焼け止めこれ販売してないんだけど、うん、あ、でもこれ日本に入ってないの、このブランド。あ、そうなんだ。そう、これはこれで持ち歩いてる。2つ、これ持ち歩いてる。これ顔用、顔用ね、うん、でもイタリアとかスペインとかどこのドラッグストアも売ってる。なんかこのブランドいいらしい。へー、うん、じゃあ体と顔。そう、はい。これも一緒だよね、うん、それパリブロだ。 これ、うん、あ、これはこれパリブロ、さっきのこれのブランドのクリア、クリアなんだけど、これ繊維が入ってんの。ほら、毛が入ってんの。あ、本当だ。だからより立体的に眉毛をしてくれるっていうやつ。これすごいね、あの、このペンの次に人気。あ、仕上げに使う。そう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 、そう、これは人気。これも出しておくね。もう一個いってえ、これ全部メイク。うん、これは、あ、ごめん、これもサンプル。今これもね、すごい、全部開発商品だそう、あの、今回のそう、今回の旅行の間に試してくださいってうちの企画から言われてるから、うん、それを全部試してみて。いきますよ、うん、ファンデーションはこれがお気に入りってことね。あ、そう、ずっと使ってるサンローラの。リピートに。使ったことない？私ね、昔使ったことある1回。そう、え、すごくいいよ。どういい？え、わかんないいや、ほんまに化粧あんまり得意じゃないからわかんないけど、うん、使ってみてよかった、うんうん、でいいんですか？いいよ、面白い感じ。艶がいいとか、うん、マットとかよくわかんない。なんとなくいい、なんとなくよかったのねなんとなくよかった、ね、まあまあ、そういうのが大事だよね、結局ね。なんかその言葉にしなくても自分で肌にフィットしてすごいよかったから、リピートしてるってね、やっぱ本当に気に入ったものしかファンデーションってリピートしないもんね。はい、もう一個行こうか。どうぞ、はい、これはもうね、ラブソルがね、さっきもあの手指消毒出たけど、これは、うん、あ、そっか、うん、これ香水、こっちが、そうそうそう、両方ある。ちっちゃいミニサイズ、旅行の時結構これを持ち歩いて。いいね、このサイズ。何ミリ、うん、12が好きでしょ。そう、12が好きなの。1月2日生まれだよね。そう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 覚えてる。そう、1月2日生まれだから12番が好き。香りもいいよね。これもいいよ、これ使ってみて。めっちゃいい香り、うん、いいでしょ、うん、そう、ベーカンも。あ、めっちゃいい香り。え、いいよやった、ちょっとここでしてちょっと101番今回使い倒します。はい、え、これも、はい、これね、紹介したかったの。これもなんだったら本当にジョイにいろいろ頼みたいんだけど、これね、メリットっていうブランドで、この間それこそハワイで、メイクのムロさんと一緒にセフォラに行って買ったんだけど、めっちゃ良かったの、このブランド。え、これはアメリカのブランド？そう、セフォラに売ってんの。へえ、そうなんだ。で、アメリカとカナダの、セフォラに置いてあるんだけど、もう何がいいかって言ったら、これビーガンコスメなんだけど、ファイブミニッツメイクって言って、本当にみんな朝忙しいじゃん。だからこれはチークなんだけど、私はもうリップに使って。あ、そうなんだ、できるんだ。そうで、これはコンシーラーで、うん、アメリカっぽくないね、デザインが。いや、でもめちゃくちゃこれがめっちゃいい。あ、もうこれ、ここ、そうすっごいツヤが出るから一気にヘルシーになるし、いいね、なんかこれリップ、これ絶対買ってほしい。え、これリップ？うん、へー、そう、ここのね、ブランドは本当に私は完全に自分の中では沼コスメなんだけど、もう日本からだとメリットのサイトで買えないから、それこそバイマだったら買えるの。
あ、そうなんだ、うん、あでも、うん、使ってみたいこれめっちゃいい、後でしっかり使ってみて。もうこれ本当にね、これが一番おすすめで、カバーカバー、うん、でハイライトで、ここの陣中のところとか、こことか、あとこことか、そう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 、うん、でもう本当に自然にツヤを出してくれるから。ね、でもセフォラに行って物ありすぎてどうやって選んでるの？そうなの。だからこの間たまたま YouTube でそれこそムロさんと一緒にいろいろ買って使ったから、あこんなにいいのあったんだって思ったんで。そうなんだ。そう。これ何？知ってる。これアメリカのやつね。うん、これ大好き。で日本の結構伊勢丹とかにも今入ってきてるね。あ本当。うん、これは？え、これなんかサンプル、うん、なんかね、よくあるの、なんか、うん、あの試しセットみたいなやついっぱい売ってるの、うんうんうん、でしかも瓶とか、なんか容器とかすごい可愛い。わかる、オレンジとかさ。そうそう、で、ね、いっぱいあるよ ね。香水は、香水じゃないのこれ。アメニティ、さっきあのロンドン、昨日まで行ってたロンドンで、うん、このね、ペンハリガンのカーカスが大好きで、うん、それをね、この香り、そう、その香りが私大好きなの。すごいユニセックスな、うん、うん、いいね。そう、この香りやっぱり改めて好きだなって思ったから。ユニセックスの香りが好きなの？そう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 。でもユニセックスだけど、ちゃんと、なんだろう、ちゃんと女性も感じない？男性だった？思いっきりこれわかんない、私説明ができないのうん、これ構想だけは得意なんだけど説明が下手なのこれがお気に入り、自分のブランドじゃないんだけど、うん、これ韓国、トリュフオイル、シュッシュして、すごいいい香り。メイクの上からでもいい、うん、全然大丈夫。あ、どう、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。いい女になった気分になるわ面白い。え、これだけで、うん、え、めっちゃいい女になった気分になる。すごいいい香りでしょ。めっちゃいいこれ、うん、なんかね、よくわかんないけどトリュフって書くんだけれども、うん、全然トリュフの香りしない、うん、全然しない。なんかどこがトリュフか分かんない。お花の香りがする、お花の、うん、しかもセクシーな女性の香り、あった私も目薬あ、これあ、でもこれアメリカで買ったの、ロートなのに、ドライアイで買ったんだ。すごい乾くんだもんね、海外行くと。え、海外行くと？なんで？飛行機から。あ、そうなんだ。そう、日本にいるとほら、うん、湿度でそんなに乾かないけど、なんで目薬差し出した？もう終わったんでしょ？わかんないけど。いや、ね、でも今回すっごい全然絞って持ってきたし、結構サンプル持ってきて今後のために持ったから、まあ、でもジョイのやっぱり商品は私ももう自然と常に使ってるから、自分のブランドって言いながらも本当に人気高いものが改めて多いなって思って、うん、うん、ありがとう、うん、そう、こんな感じで意外とシンプルだけど結構本当におすすめできるものが並べ、うん、そうだね、うん、ではでファンデーション一番気になる、あ、拝めるしね、うん、本当にいいから使ってみてこれは。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ざざっとちょっと紹介したので、あの詳細をそんなに伝えられなかったんですけど、やっぱり持ち歩いてるものなので本当にお気に入りのものがたくさん紹介できたと思うので、皆さんもぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルではパリにちなんだこととか、目元にちなんだことだったりとか、アイメイクとか、そういった部分の情報をたくさん発信していきたいと思うので、よかったらチャンネル登録してください。また次の動画でお会いできたらと思います。さようなら。